ラブサタ三百五十一回目。そうだね。発音がわかんない。そうだね。そうだねかな。そうだね。北海道北海道弁なのかな。北海道弁なんですっねえ。ねえ。いやあ私はあの吉田千波選手のあのココメント会見のコメントは感動したな。じみんな感動した。 <laughs> もう、小泉さんじゃないけども、<laughs> 感動した。<laughs> <laughs> <laughs> 本当に感動した。いやもう本当に善が緩くなっててね。いやもうみんないいこと言っていたよ。うん、本当に。いやねそれだけ頑張ってきた人たちだからさ。うん、そうだよね。やっぱ違うよね。違うな言葉の重みが違いましたね。うん、ね。うん、まあもう皆さんね本当に今回のオリンピックはすごかったね。すごかった。もうあの高木奈奈え奈、ー、々選手のそうそうお姉さんのあの。 は、初めてのさ、オリンピックの競技の中でさ、うん、優勝したじゃない、うん、初代女王ね。そう,そうそうそう。そうあれもリアルタイム見ていて、あの、家族全員で。うん、でも、こうなんか、どうだろうねみたいな。あ、いいとこついてるじゃんみたいなのれ、うん、みんなで見てたんだけど。ずっと後ろにね、見てたからね。そうそうそう。で、途中から3番手ぐらいに上がってさ、うん、あれなんだろうね。あちよくいまいちあの競技がよくわからなかったんだけど、うん、ルールが。<laughs> なんか、いきなり全力で、失走で出し、あの、なんていう、ビューンっていっちゃった選手大将。 途中から体力ダン断っでどん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 失速しちゃって後ろにいっちゃった選手いたんだけどそういうものではないんだなと思って一気に力を入れるところと抜くところみたいなのがあってなんか抵抗をなるべく受けないように列になりそうススピーードケトでそう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 だからそれはわかるんだけどあれのルールがいまいちわからなかったの最後の競技の。 あの新しい種目のえっゴンって出てってだからみんな本当は別にあの列にならなくてもいいんだけど、うん、行くんだけどあのみんななるべく抵抗を防ぎたいからそれは何百、ね、メートルとかが決まってるからそうだからそのねそルールが分からなかったのよ、うん、いまいちでキュンってさ急にさ加速して、うん、加速するところと急にちょっとトーンダウンするところと、うん、何回かそれがあって。 らほ走るさ風の抵抗をなくすために後ろの選手のさ敵の選手の後ろにつくっていうのは分かるんだけどそれでみんなやってたじゃないでも一人でーンっていっちゃう選手がいたでしょ最初にだから一人の作戦だったじゃない本当はそこでそのまま力を抜くつもりだったでもマラソンと一緒よスタートはみんな一緒で誰かの後ろで風の抵抗よけながらそれは分かるのよ分かるの分かるのあれの競技のルールが分かんないわけよ <laughs> 一番早くゴールしたい人が勝ちだよ <laughs>。あれそうだよあの競技、うん、まあそれわかるんだけどさ、うん、なんでみんな,なんかもっとだってそうしたら早く走ればいいじゃん。<laughs> あ長いからかそう長いからそう長距離だからさ長距離だからみんな作戦を考えるわけでまた急に走り出すわけここであのあ ちょっとスパッとかけようかな、うん、で一人が上がったら「あやばいこの人上がったなじゃあ私も行こうかないやでもここはまだ温存しとこう」とかのターミングはがみんな一緒ってことそうだから駆け引きがあって、うん、なんか追いついてきた人は前の集団に行くし、うん、もう体力が持たないっていう人は離れちゃうし、うん、っていうのの駆け引きの問題だっただけで別にルールでそれが新しい種目なの ルールで、うん、ここでゆっくりしてください早く <laughs> してくださいとかではないと思うではないのそうだから一人がだってだってトップが一気にさうんブンって出ちゃったらさこのままだって押し切られちゃったらゃゃでもさなんかさところどころでさないとないとないが何ポイントみたいなのあるじゃんあそうなのうんだからでも分かんないのあのルールがよくあポイント制だったのポイントがなんかあったよあそうなんだうん ああれななんんだだと思ってた一番速い人がゴールなんだと <laughs> まあ、確かに一番速い人はゴールなんだけどもちろん高木菜那選手がさ一番切ってねゴールしたからそれはもちろん金メダルなんだけどなんかねいまいちねあのねルールがよく分かんなかったですね <laughs> まあもしかしたらすごい簡単なことなのかもしれないんだけど、うん、ただなんかみんなだからその一気にあの普通のさ二、うん、人だったらねなんかインとアウトで入れ替わったりとかのルールがあるけど一気に何人 がバンってスタートするからうん、うん、みんなのその作戦でいろいろあるからまあ怪我しちゃったりとかする場合もあるしそのいや作戦はわかるんだけど <laughs> <laughs> そのポイントがわかんないわけよどういうルールでポイントになってんのかが何と何と何が何ポイントでみたいなだからもしかして123が何ポイントってつくのかあっその週でってことかな、うん、そうだからそれがわかんないのよ 長距離もわかるし、うん、風を抵抗を受けないために後ろにつくのもわかるし、うん、体力温存もわかるんだけどあの競技のそのルールみたいなのがよくわかんない<え> <laughs> 私もそのポイント性は知らなかったからだから見てて、うん、なんかこの競技よくわかんないですねって言ってたの <laughs> みんなで。 もう私生で見てなかったから、生で見てないの、よくそこまで語れたねいや。いや、私の知ってる知識で喋ってただけで、早い人が一番ゴールなんだあ、そう、もちろん、そうなの、もちろん,そん、ろんそうなんだけどだから、さ、いろいろみんなその長距離の中で作戦を立てて、ゴールしただけなのかなって思ってたの。だから、作戦勝ちだね、と、あと体力が持ってよかったねって思ってただけだったから。そのポイント制とかはしてなかった。いや、なんかね、ポイントがついてたよ。確か。 新しい競技で。いや、でもちょっとわかんない。ちょっと、この新しい競技がね、いまいちしっかりわかってないから、もうすごい簡単なことかもしれないんだけど、これはちょっと後で調べておきましょうね。<laughs> 結局、大雑把。<う>まあ、そんなもんですよ <laughs> 今、私たちは。今調べるとちょっと時間かかっちゃうなと思って。<laughs> <laughs> えー、鬼教官ゴンタさんです、はい、サミーが同じ石仲間と分かりましたので、うん、本件に関しては戦友と呼ばせていただきます <laughs> 早く石をさらばと言いたいです、うん、サミーの場合はおしっこの時に石は出ましたかそれだけを聞きたいですよろしくということで、うん 出ましたねいつの間にか気づいてんの、うん、いつの間にか出てたって感じですね。それがいいけど、ね、なんか,かりやすくね、うん、よくなんかポタってポタじゃないけどそうそうそうこう出るっていうけど、うん、う私の時は分かんなかったねそれぐらいちっちゃかったのかもしれないけどかかでもやっぱり石は石痛い <laughs> どんなに小さくても痛いんだね痛いよそれは体に石が入ってたら痛い,よい,痛い,痛いんですよ <laughs> そうかゴンザさんもね早くね抜けるといいん、ね、<laughs> <う>石をさらばできるとい,いんですうでもね大学の時だったからなんでそんな若い時にって思ったけど結構スポーツ選手とかでもなるのかな、うん、そうなんだ、うん、いやー怖いな急に来たらやだな <laughs> もうあれ以来なってないですけどねまあ <laughs> ねなんかでも癖つく人はねああなっちゃうんだ何個かあったりとかするって言ってた石が<え> 1>, 1個だけじゃない人もいたりするんですって。 全部出ないってこと?。そう。だから、出しちゃう人もいるし、手術とかで。っていうのもあるらしい。最悪のパターンだね。確か出川さんそうだったんじゃない。かあ、そうなんだ。なんか、たまりやすいっていうか、たまりそう。お酒飲まないんだけどね、あの人。関係ないのかもよ。お酒飲む人はすべて悪いわけじゃないからね。 えー、そしてこちらは、マ、えークン、まあ、じんさんかな、今日はところどころ、サイマルラジオで配置しました、うん、木曜と金曜日は快晴でほぼ真夏日、うん、あそう沖縄にね、うん、お仕事で行かれてるということで、あお腹なっちゃった <laughs> すごいなった、<laughs> すごい大きかったよ、今、<laughs> 今の隠せないなと思って、今言っちゃった。 あさんも日焼けしたけどそうなんですよしかし今日の沖縄は朝から大雨またまた予定が変更になり今日の予定が大幅にね耳に水、うん、仕事があと2時間ほどで終わることになり送迎が終われば早めに自由になりそうですしかし大雨なのでせめて水族館には行きたいです仕事中に月ではまた来中ということでお疲れ様です大雨なんですね。ね、うん、水族館まで結構距離あるけど <laughs> ごめ面倒なくなって。<laughs> ここで雷がお腹から雷が聞こえます <laughs> すごい雷鳴だったねみち子の雷鳴すごいわ止まらないわだいぶ低いね耳に水だよこれもう <laughs> っていう私のお腹に雷来てるので <laughs> 晴れるといいな沖縄ね少しでも堪能できるといいんですけどねそうだねあ ほらやっぱそうだマススタートっていう種目で、はい、レース中に3回中間ポイントがあるんだってやっぱそうなんだ、うん、そうなのポイントがあるのうん、えー、マススタートとは20人前後が一斉にスタートし、うん、ショートトラックと同じようにレーンの区別なく滑ってあら、えー、争うレース、うん、でワールドカップでも、えー、2014年から15年のシーズンから実施されたばかりでうんえー 16周。16周だったんだ。6400メートル。<わ>で、レース中に、 4周目8周目12周目で上位3人に中間ポイントが5点3点1点っていうのが与えられて、うん、フィニッシュ時のポイントが1位602位403位20点っていうその合計点で順位が決まるんだってそういうことね最終ポイントの割合が高いためにまずは 1, 1, 1着から3着でゴー,ルゴールした選手が1位から3位ってなる、うん、で4位以下はその中間ポイントで順位が決まるんだってあそういうことそういうことみたい なんからやっぱポイントがあったのは、なこれポイント何なんだろうなと思ってて<ー>。しかもそれが4週目、8週目、12週目で、今んじゃないから。そうね。最終<う>ポイントがついてればね、そう,そうそう。何らかのあれだよわかるんだけど、ね、う。あれまたポイント入ったえどういうことみたいな感じだったのね。<laughs> ルールがよくわかってなかったから、そう。 あーもまあだから結局、ね、何も見てそうでしょそれであんなにね思いっきりね <laughs> つくかってるの。まあねそれはねわかりやすくね。うん、マラソンと一緒だよって <laughs> 一緒なんだけど。<laughs> それはわか,か, <laughs> かるんだけどって感じだったの。<laughs> でも面白いレースだねこれね。 それはやっぱ1位60点でも一気にさ加算されるからそれは1位で入れば1位だよね。まあそりゃそうだよねそうじゃないとだって何のために走ったんだよそうだよねそうだようね。一番最初にフィニッシュしたのにね一番最初にフィニッシュしたのに4位ですって言われても最初の飛び出した選手はその4周目の最初のポイントを狙ったのかもしれないよねもしかしたら。でそのままもし うまくいけば1位だったかもしれないのにでもこの選手めちゃくちゃ美人なんですよってあの解説の人も面白かったよねピョンちゃんねみんななんかいろんな競技のさ永遠に向かってみたいななんか言ってたよねあ違ったっけんかあと選手にあだ名つける方とかスノーボードだかなんだかの方とか面白かったなって思いますけどなかなか なんんかあんまり東京オリンピックってそんなに競技見ることって今までなかったんですけど今回は結構いろいろ見たかなっていう気がする、うん、女性が強かったねあ,あそうだねうんそれはそうかも男性はまあね羽生くんとかねうん、うん、宇野昌磨選手とかねありましたけどすごいね羽生くんね国民栄誉賞でしょでしょだって 聞こえた,こえたお腹の雷鳴が鳴ったり。みちこの雷鳴。<laughs> からそういう本がありそう。<laughs> もう今日のタイトル決まったら。<laughs> ちゃんマンさん、はい、今日はひな祭りはなちゃんの家にもひな人形飾ってますかそして先週ハッピーランニングダウンロードしました聞いて元気が出ましたありがとうございますところで先週の「ラブサタ」でのタイの子供がいったアイスティーをやったまろみさん、うん、<laughs> なんかミッキーのものまねみたいになってましたミッキーはもっと違うよ、うん、ミッキーできるあのやっていいやっていいどうぞなんかいろいろほら著作権とか関わってくるから大丈夫だよミッちゃんのミッキーだから <laughs> <laughs> それはミッキーではないからか名前言わなきゃいいのか <laughs> こんにちはっていう。あ、似てる、似てる。でしょ似てるんだよ。はは似てる。似てる。はい、似てるよ。はい。アイスティーはもっと可愛いの。そうそうそう。いや、あのね、今まで初めて思った。みーちゃんのモノマネで似てるって。よかった。なんか、ほら、一回さ、あれ一回、ちー兄ちゃんだっけなんかやってた。 やったよね。私の方が似てるよとか <laughs> 自信満々に言うと意味が分かりませんってリスナーさんにも言われるっていう。<laughs> 今のは似てるよ。プーさんできるプーさんはハチミツ食べてはいいなって。 今のプーさんすごい優しい声だよなんかえー、あでもそのプーさんじゃないかどのプーさんなのいやいや <laughs> プーさんってそんないるの <laughs> 今テレビでやってるあのプーさんはもっとわかんないけど <laughs> いい昔はちょっと違う私たちが見てたようなプーさんではない気がする。<laughs> いや、でもよかったよ。似てるって言ってもらえて。似てるミッキー似てるもう、うちもミッキー大好きなんでね。そうだね。見でたもんね、一緒にね。そうそうそう。まあ、でも今一番はハナカッパね。もうね。ハナカッパ大好き。ずっとあの、オープニングの曲流れるとすぐ反するもんね。そう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 。パッ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 ってよく出ここだけしか言えないんだけど。よかった。 <laughs> でも最近さそさっきみーちゃんにも言ったんだけど「うん、よーし行こう」って <laughs> 最近の口癖はなちゃんの絶対ささみ私が、ね、言ってるんだねきっと、うん、絶対に。すぐ言う「よーし行こうよーし行こう」<laughs> <laughs> <laughs> だんだん語彙が増えてきましたけどねえ、うん、もっと喋れるようになったらもっと楽しくなるよきっとねえなかなか周りよりちょっと遅いんでね言葉がね人それぞれあるからたとえどんどん背が伸びてきてうんもう重たい重たいもう3歳児ぐらいの身長だから今そう大きいよねっいやっぱり大きいの今2歳3か月、うん、なんですけど でかいのよね。そう、多分、周りから見たら、その年齢だと思わないかも。そう、なんか、同じくらいのことをいると、うん、全然ちっちゃいのは、<laughs> <laughs> あれっていう。<laughs> あれっていう。お姉ちゃんだねっていうふうに見えちゃうのよね。<laughs> ああ<ー>。そんなおっきなベビーカー乗ってんのかとか、なんか、この間通りすがりのおじちゃんに言われて。<laughs> だってベビーカーってでも結構大きい子乗ってるよねうん乗ってるねだっこすんの大変だからねやっぱりこの間なんかもうミュウアさんが乗りたいって言ってたよねそうねアナちゃんがねご飯を片手にベビーカー乗りながらねいいな私も誰かに押してもらいながら中でご飯食べたいよって私が乗りたいよって言ってたね でも私も思っったわそれだってよくない <laughs>、ね、もう座って移動できてさ <laughs> でも眠たいと思ったらそこで寝れるしこうなんかさ <laughs> このホロっていうのなんかこう日差,し、ね、日差しを系がさ、うん、パッと出てきてさ <laughs> おやすみってできる <laughs> <laughs> いや, <laughs> いやーさ楽だよねまあねでもほらベビーカーないとお母さんが大変じゃん大変ほんとでもどっちかっていうと子供は乗りたくないんだよねあんまりあのすごいよね今日昼の時ね、うん、もうあのビーンって <体が S 1> <い>一本になってるから乗 <laughs> 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 せられないの <laughs> すごい力よねあの,あのねい一本のこの体っていうの <laughs> ピーンってなってる時の力ってすごいの<え>全然折れてくれない <laughs> 大変ですね大変ですよ、うん、そんなことも懐かしくね感じるようになるのかもしれないけどそうだよいつか感じるようになるよねえもう今ぐらいかわいいのかなおか、まあ、まあ,まあまあまあってやってくれてねねえ <laughs> そうだよもう来ないでとか言われる 言われちゃうのかなー女の子だからなかなかね。まあママはね、大丈夫かもしれないけどね。パパに対してはちょっと。パパはもうなってます。<laughs> もうダメなめてもうなってます。もう嫌ってやってる。こう手でぎャッって。<laughs> やめてって。その時もピンだよね。<laughs> そう時、そのこもピン。<laughs> でもその、パパに甘えたい時は、うん、タタタタ、ギューってやってる。<laughs> 友達の子供は、うん、おねだりがある時は、うん、ママは聞いてくれないから、うん、お菓子くれないだけどパパはくれるからパッパっってて。言うんだって <laughs> もうまだ2歳なのにもう2歳で女の子ってすごいすごい,すごいよねあ怖いわ。なんかねおねだりするときだけね「怖い色変わってる」って言ってた。<laughs> お母さんもやってんじゃないの大丈夫あ,あ、どうどうだろうね <laughs> ね。やってるかもね。おねだりするときだけちょっと違ってたのかもしれないね。<laughs> でも、人ってそうじゃない <laughs> <laughs>